ご近所に住む遠縁の親戚の娘さんが、金持ちのお坊ちゃま男性と結婚することになった。遠縁とは言っても、比較的親同士は仲良くしてて。だから、私も何度か結婚相手の男性と会ったことがあったが、随分と悪い意味で変な人だと思った。二人は子供を望んでたんだけど、男性は婚約前からずっと。男は、托卵されるリスクがある。女は、絶対、自分の子だという確信が持てるが。男は、DNA 鑑定をするまで、ずっと托卵を疑い続けなければならない。と強く強調していて、出産後の DNA 鑑定を、結婚の条件にしていた。なんで、結婚前から、浮気前提なのさ。よく、そんな相手と結婚しようと思えるなと思ったけど、結婚する当人同士が決めたことだから何も言わなかった。しかし、出会って間もない頃から私にも、托卵を撲滅するために、子供は生まれたら DNA 鑑定を義務化するべきだという主張を押し付けてきて、それがうざくて、男性のことは全力で避けるようにしていた。結婚式も呼ばれたけど、正直祝う気持ちが1ミリも湧かなくて、学業を理由に断った。式の直前に妊娠が発覚し、入籍して、すぐ、二人に子供が生まれ、宣言通り DNA 鑑定したらしい。ただそこで一悶着あって、費用を全部娘さん家に出させたそうだ。女は、自分の産んだ子供が夫の子であると、夫に証明する義務がある。でなければ、俺は、自分のこと認めない。とかなんとか。頭おかしい。親戚のおばさんも、家柄がいいから信用したのに、変な男にやってしまっただろうか、と、その時になって後悔しだし、嫌でも子供ができちゃったんだから、今頃離婚なんて、とぶつぶつ悩んでた。その頃娘さんは里帰りしてきていたが、新生児の頃に、男性は、全く家を訪れてなかった。DNA 鑑定の結果が出るまで会う気はないんだろうなと思っていたが、結果が出てからも、結局、一度も会いに来なかった。しばらくして、その原因が判明したんだけど、男性には隠し子がいた。しかも二人も。一人目は、学生の女性を妊娠させて逃げたらしい。二人目は逆算すると、娘さんと結婚前提のお付き合いをしてる最中の子供。時期的に、私に、托卵撲滅のために、DNA 鑑定をと強く主張してきてた頃。人を疑う奴は、自分が疑われることをやっているってのを、ここまで見事に再現する奴がいるとは思わなかった。男には、托卵のリスクがある。男は、常に被害者になり得るとか言ってたけど、お前は立派な加害者だよ。女性を妊娠させて蒸発。認知を迫られて逃亡、隠し子の存在を黙って結婚。やられた女性は、立派なお前の被害者だよ。さらにヘドが出るのが、このタイミングでの隠し子発覚は、二人目の女性と、その母親が仕組んだことだったということ。話し合いをするときに、第三者がいた方がいいからと、私と母が無理やり同席させられて、ついでに赤ちゃんのお世話係してたんだけど、その時に、二人目の被害者が幸せ絶頂期の男に、お仕置きするために娘さんを利用したとはっきり言っていた。せめて申し訳ないって態度なら、まだ気持ち的にそこまでもやっとはしなかっただろうけど、娘さんに自分たちと同じ不幸を味合わせて、当然、あなただけ幸せになろうなんて厚かましい。みたいなこと言ってて神経疑った。こんなこと言っちゃダメなんだろうけど、二人目の被害者は、頭弱くてすっごい依存体質で、メンヘラちゃんだなって印象だった。自分が不幸だから、周りもみんな不幸にしていい。自分は世界一不幸だから、幸せな人のものを奪ったって許される、みたいな思考をしてて。子供を産めば、男性が自分に縛られるはずだ。男性が、自分の意志で、他の女のところに行くはずがないって信じて疑わない。だから、娘さんが、男性をたぶらかして奪っていった悪女だって、言い張って、
男性じゃなくて娘さんを罵倒したし、二人の計画の想定外だった娘さんの子供がいたら、自分の優位さが揺らぐからって、子供に手を出そうとまでした。男性は案の定逃亡。親戚の家と男性の家との話し合いがあったけど、これまで妊娠させた二人には、十分なお金を渡して手術することに同意させた。二人とも、そのお金を使って勝手に産んだんだ。勝手に産んだことまで、息子が責任を負う義理はないと書面も見せられたらしい。話にならんと現在離婚に向けて動いてるが、子供の押し付け合いが始まってる。男性の家は男なら引き取ったのに誰一人産まないと愚痴まで言ってたらしい。私は就職先が決まって引っ越すからやっと厄介な人たちから離れられる。メンヘラちゃんとその親の標的がこっちにも向けられてたんだよね。メンヘラちゃんの中では、親戚の家に頻繁に出入りしてた私も、男性を狙ってる女の一人扱いになってた。私が親戚の家に行ってたのは、妊婦や赤ちゃんに、ペット、特に猫は良くないからって、部屋で放し飼いにしてた。ペットを全部預かってたから。一回り上のおっさんなんて、眼中にないから迷惑極まりなかったわ。